高橋文也さんです。前回のふみそたがき大集合の舞台挨拶で一段落と思いきやまさかの追加舞台挨拶となりました。良かったです。はい、またこうして皆さんとお会いしてっていうのがまだあると思ってなかったのでお聞きした時はすごい嬉しかったですね。うん、交換嘘日記大感謝祭スペシャル名前当てクイズに挑戦していただきます。 はい、よろししくお願いいたします、はい、今から本作にまつわるものや人物の名前がスクリーンに表示されますので高橋さんにはお客様皆さんのヒントのみを頼りに答えていただきます、はいあの。なので今のように振り返ってスクリーンを見てしまうと答えが出ておりますので。<laughs> これ見ちゃったらどうしよう <laughs> 見ちゃったらあの何問か用意視界に入るからこうやっ見ちゃうんですよ、ね、す何問か用意しておりますので、はい、あの多分パスということになると思うんですがわかりました、はい、イエスかノーで答えられる質問を高橋さん皆様にしていただいて、はい、その反応をもとに何が書いてあるのかを導き出してくださいお客さん皆さんは高橋さんの質問がお題に当てはまるなら手で丸,丸イエスを そして当てはまらなければ罰をお願いします。一<罰>つのお題につき質問は五つまでですか？五つまでしかすることができません。五つ。五つです。これが大事になってきます。はい、正解を導き出せなければ失敗となり罰ゲームとなります。いやなんか理不尽ですよね <laughs> めっちゃね。あと五問あって一問でもミスったら。はい 罰ゲームっていう罰ゲームですはいお客様の反応もこれも見てありちょっと一歩前でますはい振り返らないでくださいねはい人ですかお罰ですね人ではないですこれあこれってあの質問権が五個じゃないですかはい回答権は無限ですか回答権、これは一発で当てていいですか無です二回二回二回ですか二回 二回にしましょうよしわかりました、はいえー、これは劇中で瀬戸山くんが手にしていましたか交換日記振り返ってください <laughs> 正解です今もう人ですかってブーの時点でわかりましたわかりましただから一応一応保険で二回にちょっと簡単すぎましたかねここマジ見えるんだよお笑いが起きてますね この笑いが結構いいヒントなんですよ。うん、どうしますか一問目、質問は。人ですか?。おお、笑ですね。え?。人物ということですね。え?。ちょっって、ちょっと待って。男児 <laughs> 坂野さん。え?。あ、違うか。っ待ってください。それ、それはどうし、どうして、どうしてですか?。え、人、だから、笑ってたから。人 <laughs> で笑ってたから。<laughs> 一回、こういうので、一回使いたいなってだけなんで、二回。ええ、次は。ええ、舞台挨拶に登壇してましたか。丸。あ、分からなくなっちゃった。そうですね。二つ目、三つ目。はい。男の子ですか。お、丸。高橋文哉ですか。あ、違う。違う、罰ですね。やべ、え、待って、待って、待って。あれ、あと一問ですよ。え。僕と年齢が近いですか。 そう<お>迷う感じね。迷う感じ。まる丸,丸と上げてるこ。これは例えば役名と役と役者さんがいるじゃないですか。それはどっちでもオッケーなんですか。うーんこれはどちらかにしていただきたいです。あ,あでも舞台挨拶に登壇しましたか大丈夫。板垣水樹。正解です。いあらどうして最後答えにたどり着けたんですか。舞台挨拶に登壇してましたかで。はい。 まるってやってくれたじゃないですか、これ矢野先輩だった場合、みんなのミスなんで。矢野先輩だ、あ、これは違うなってなって、腰が近いですかで。曽田んか、水木んで。そこに絞られた。水木ん同い年なんで、で、ちょっとみんながまばらに上げた感じが、あ、水木んだと思って。ええ、いや、ちょっと皆さん、どうしますか、罰ゲーム見たいですよね。いやいや、まず、あと三つあるんですよね。三つありますけど。 <laughs> では続いての問題まいりましょうか面白いこれお願いします笑,<お>っ,笑ってる笑いが起きましたねう <laughs> ずそう,う<ー>んえちょっと待ってくださいね、はい、うんどうしましょうも一個目はやっぱ人でもブーってなった時点で人だともうないもんなひよりちゃんくらいしかいやでもいるかいやえっとこれは,は, <い S 2> これは シーンの中の一つですかおお丸の方が多いですね丸じゃない人は何をしてるんだ <laughs> 丸…え、三角とかはなしですよシーンの中の一つですかって聞いたとてうー、えー、胸キュンシーンですかえバツ皆さんバツです、ね、うつう <laughs> 人じゃないえー、わき、うん、が、うん、シーンの…え 物ですか。物ではないですね。え？今若干丸を上げかけた方もいらっしゃいましたが、バツですね。これは。言葉として聞いたことがありますか。お、ある。まずい皆さんある。お、これは追い詰められている。あと一個。皆さんが <laughs> 好きな。 やつですか <laughs> あーわからんマルトバツなっちゃった <laughs> いやこれ結構最後の質問これでよかったんですか <laughs> 三角もいるんだマルトバツ。え待て待て待て分かれますねおしるこついてっけどあ全然違うっぽいな違いましたね <laughs> <え> <laughs> さあ一問目が交換日記二問目が板垣瑞希さんと来て何でしょう えー、待って待って待って。うんあ忘れちゃった全部。えっとシーンの中の一つですか。はい。マキシマムザホルモン。わか,残<念>からんねえ。違います。わかるか。<laughs> <laughs> <laughs> ウーパールーパーでした。<laughs> <laughs> うん、あなるほどね。<laughs> はいな。なるほどなる。 モノ、まあ、ですかという質問にちょっとね皆さん迷ってらっしゃったのマル、ね、とバツがあったりですか,ううかっていう質問に、うん、わっすそっか全然違かったなんかその胸キュンシーンの名前かと思ってましたああ違いますウーパールーパーでしたむず <laughs> 残念です <laughs> ということで二問正解ですが一問不正解ということで <laughs> 高橋さんには罰ゲームをしていただきます <laughs> イエーイ 恥ずかしい。秘密を一つ暴露です。<laughs> そんな笑顔で言われても、ね。<laughs> やりました。みんなで勝ち取りましたね。<laughs> そうですね。はい。ま、秘密というか最近あった。恥ずかしいなって思った話なんですけど、はい、あの先週くらいですかね。僕あのお兄ちゃんがいるんですけど、お兄ちゃんの家に行きましてで、甥っ子がね。誕生日を迎えまして、8月で。 で、そういうのもあって、あのー、遊びに行ったんですけどでこ、あのー、ご飯っていうか、まあ、飲み物とか買いにコンビニに行こうって言って兄貴とおいっ子と僕,でお僕がおいっ子抱っこしてこう入って行ったんですけど出てコンビニに入ってその瞬間に気づいたのがその気が抜けすぎちゃってお兄ちゃんから借りた半袖ハーパンの T シャツにサンダルで何にももう。 マスクもメガネも何もせずにもうもシュンっていう感じでとぼとぼしてて忘れてて僕も子供抱っこしてるからそのいつもと違うすぎてでこうまあビールとか買ったりとかしてでお会計行ったら店員さんがすごいあの僕のことを知ってくれててその時にあ「高橋文康さんですか?」みたいなでその時「あっ!」ってなってあ「あすいません」って言っちゃって。<laughs> <laughs> そ,うその時に兄貴もびっくりしてたんですけど <laughs> もっとちゃんとしてくればよかったなって帰り道話しながら <laughs> もう一個はなんか喜んでましたけどそれは恥ずかしい <laughs> それがすごい恥ずかしくてあどこにいる時もやっぱちゃんと高橋文也でいなきゃなと思いました <laughs> <laughs> まさか店員さんもね、はい、高橋文也さんがコンビニスタイルで来るとは思わないですもんねいやだからね <laughs> ちょっと僕もその家の近くとかじゃなくてそのお兄ちゃんの家だったんでなんか気が抜けすぎちゃってて ちょっと恥ずかしかったでビールとか買ってるからビールとか買っちゃってなんかケーキでも買っとけばよかった <laughs> アイスとかちょっと可愛い部分っていうのもありましたねすごぐ恥ずかしかったですあの日、えー、いやそれは恥ずかしいです、はい、ちょっと素の部分が出ちゃったというエピソードでしたね、はい、ありがとうございます、はい